本日の講演はこの真ん中にあるアカデミアアニマリウムの活動の一環として行っております動物園の社会的な役割として種の保存調査研究教育環境教育レクリエーションの4つが挙げられますその中でも千葉市動物公園では調査研究と教育環境教育を運営の基盤と位置づけて園の主体的な取り組みとともに 様々な学校や研究、学術団体、企業などとも連携して行う包括的な、えー、と調査研究と教育普及活動をこうぐるっとひとまとめで動物をめぐる学術の場という意味でアカデミアアニマリウムという活動を推進しております。本日のこの講演会都体球児プロジェクト報告会は えー、園が主体的に行っている研究の活動を皆さんにご報告する場です。はい、では早速ですが本日の講演1代目に参りたいと思いますでは中山さんよろしくお願いします。ああはい。<laughs> 皆さんこんにちは 千葉市動物公園の研究員中山優と申します本日は第4回都体給仕プロジェクト報告会ということで野生動物由来の都体給仕、給仕方法の明確化についてお話ししたいと思いますはい、ありがとうございます こ,こちら本日、私が代表であの発表させていただくのですがあのこのあとにもご説明があるのですが都体求児利用促進コンソーシアムという、えー、そのコンソーシアムの一環で行ったものになります皆様ですね、本日来場されたときにこちらの野生動物由来の都体求児 Q&A というパンフレット今、お手元にございますか 私の発表ではこのパンフレットの一部を解説するような感じで進めさせていただきます。でこのパンフレットは全国の動物園水族館に向けて作成したもので、土台給仕に対する疑問や不安を解決し、有用性を見いだして、動物園水族館で野生動物由来の土台給仕の利用促進につながるような情報を一つにまとめたものになっています。 あとはまあ動物園に向けたものと言っているんですけれども、と耐久時の基本的な知識であったり、現状っていうのも書いてある基礎編、まあ、この広げて。 一番初めのの内側の左2つですねこちらが基礎編になるんですけどもこういったものも含まれているので一般の方にもご覧いただくことで土台給湯のことをもっと知っていただけるのかなと思っています。で今回会場にいらっしゃった方はこのパンフレットを印刷してお配りしていますが近日中にですね農林水産省のホームページでも PDF が公開予定ですので本日お越しいただけなくて見られないよという方もぜひ後日ご覧 ご覧いただけたらと思っていますまだ公開前なんですけれども公開されましたら当円の X などでもお知らせできればと思っていますそれでは本題に入っていきたいと思います今日聞いてくださっている方土台給仕プロジェクト報告会初めてだよという方いらっしゃいますかあ、ありがとうございます あの、何回か今まで今回第4回なんですけれども、その中でも都耐久児っていうのはどういうものかとか。あのお話はしているんですけれども、今日もですね。初めてあの都耐久児という言葉を聞いた方もいらっしゃるかと思うので、まず簡単に都耐久時についてお話ししたいと思います。そして、この都耐久児っていうものが何なのかということを話す前にですね。この都、耐久時の背景にある。 あの2つの問題からお話ししていいいきたいと思いますまず1つ目の問題は大型肉食動物ライオンとかトラの菜食の問題です野生,動物の、えー、野生の肉食動物っていうのは食べ物を食べるためにたくさんの過程を踏みます。まずは獲物を探すところから始まりまして獲物を待ち伏せて忍び寄って襲いかかって仕留めて狩りをします。 でその食べ始めた後も毛皮を引きちぎったりとか肉を引き裂いたりとか骨も噛み砕いたりそして食べた後も毛作りを行うなど菜食に関連した前後の行動まで含めると非常に多様で複雑です。 一方、飼育下ではほとんどの肉食動物が人が食べるために加工された肉をあの給仕されて食べているので,、まあ塊のままですね、肉の塊をライオンたちは目の前にポンと置かれて、それを丸呑みしている状況でしたで。このような給仕方法というのは、先ほどの野生化で見られる採食に関わる行動というものが発現する機会が失われてしまうので、採食時間であったりとか、あの 消化の時間も短くなって消化不良を起こしたり噛む力とか筋肉が衰えてさまざまな健康問題も引き起こしていますそのため私たち動物園はこの飼育動物の動物福祉の向上のために環境改善を行っていく責任があります 今回の肉食動物の採食の問題では餌を変えたりそして求児方法を変えるなど動物への刺激や行動の選択肢を増やす必要があるといいます次に都体求児の背景の2つ目の問題として地域の獣害問題が挙げられます動物の中には山から下りてきて畑にある農作物を食べたり あとはですね、鳥とかが街の中を飛んでこう糞をたくさん道に落としたりそういったものを見かけるのかなと思うんですけれどもこういった動物っていうのは人の生活に害があるとして有害鳥獣というふうに呼ばれてしまっています。 でもこの野生動物による人への生活への影響として、まあ、特に人が育てている田んぼや畑とかに入ってお米や野菜などを食べる農作物の被害であったりとか植樹している木の皮を剥いで枯らしてしまったりという森林被害などが挙げられます。 令和4年度の,の一,一次産業への被害というのは農作物では日本全国で156億円そして森林被害では約4 6千ヘクタールとありその中でも特に鹿、イノシシによる被害が多く発生しています。 被害の中には生態系への影響もあり、草を食べる日本時間の個体数が拡大すると植物が減り、その植物を食べる昆虫も減少します。その結果、希少種の自然化の絶滅であったり、土や岩がむき出しになってしまったり、それによって地盤が弱くなって、崖崩れや土砂流出の原因になってしまったりもします。 そのため環境省と農林水産省は2013年よりシカイノシシの生息管理つまり捕獲して数を減らすという取り組みを始めていますこちらのグラフは過去20年間のシカイノシシのグラフなんですけれども捕獲頭数は年々増えている状況でシカでは現在71万頭イノシシは 59万頭合計130万頭、約130万頭が捕獲されています。では、このように捕獲された野生動物は、その後どうなっているのでしょうか、実はジビエなどに利用されているのはわずか1割程度で、残りの9割の155万頭のうち、ほとんどが廃棄されてしまっているという生命倫理の面で深刻な問題となっています。 さらに野生動物廃棄の問題は倫理的なものだけでなくその後の廃棄の時にも排出される汚染物質により大気そして土水が汚れてしまうといった環境問題も抱えていますそしてこのような環境の土台の廃棄の処理にもたくさんの費用が発生していますそのため生命倫理と 環境保護の両方の面からも野生動物の有効利用が急がれている現状ですそこでこれらの2つの問題を解決すべく千葉市動物公園で行っているのがこちらの野生動物由来の土台給仕になります 土タン球というのは、屠殺した動物を毛皮や骨がついた状態のまま丸ごと飼育下の肉食動物に与える給仕方法のことを言います。本来は家畜などを対象に用いることが多いんですけれども、そこに獣害として捕獲されていたイノシシやシカの肉を活用する取り組みが、この野生動物由来の土タン球になります。では 実際にこのトタイ球児の様子を動画でご覧いただきたいと思います、まあ、このようにですね毛皮がついた状態の肉っていうのは動物に匂いとか食感の刺激を与えますで、肉を丸呑みするのではなく、まあ、このように骨を砕いたり舐め回したりとかですねあと皮も剥いだりとライオンの本来の菜食行動を引き出すことができます でこのようにさまざまな行動を行いながら採食するので食べ終わるまでの時間も普通の餌と比べて長くなりますちなみに今ですねこの内容が食べているのはイノシシの子供のウリボウと言われる個体ですねでこのウリボウというのはあの、まあ、子供なので体が小さいんですけれども小さい分その体の骨を、ね 全体の体重に対する人がこうジビエとして食べられるように肉の割合というのはすごく少ないので一般的にジビエとかにもあの費用対効果の面で肉にされにくくてもうほとんどが捨てられているものになりますしかしこの野生動物を餌として用いられるようになるまでにはさまざまな障壁がありました 野生動物は家畜と異なって衛生管理下になくて、で寄生虫、そして病原性のウイルスなどを持っている可能性があります。また、取り扱う飼育職員にも少なからず感染のリスクが伴うので、人間の食品衛生と同じレベル、つまりこれまでの餌と同じぐらいのレベルの衛生条件を確保する必要がありました。 動物園の普段の餌、つまり人間の食品衛生と同じ基準にするにはどうしたらいいでしょうか。まあ、単純にです、ね、人間と同じように肉を焼いたり茹でたりして高温で、まあ、一気に加熱してしまえばそれを給仕してしまえば、まあ、ほとんどの菌がいなくて安全に給仕することができます。 しかし、そういった肉っていうのは、まあ、休日する肉のタンパク質がもう変成してしまっているので、生肉を食べるライオンの指向性に合わなかったり、あとは変成したタンパク質によって、ポロポロとあの崩れてしまって、結局、毛がです、ね、簡単に取れてしまったり、引きちぎるという行動が行えなくなったり、まあ、そういう餌としての,あの目的の機能っていうのを失ってしまいます。 そこで一気に処理を行うのではなく、複数の方法を組み合わせて殺虫殺菌処理を行う方法が確立されました。まず、冷凍処理を5日間以上行い、この時点で寄生虫の多くを死滅させます。次に低温加熱殺菌を中心温度63度で30分行います。 この手法は厚生労働省が定める食肉加熱基準を満たしているものであり残りの寄生虫や細菌ウイルス類のリスクを最低限に抑えることができますさらにこの低温加熱により肉のです、ね、食感もあの生肉よりに保ち、まあ、結果ライオンも安全でそして嗜好性に合うと体肉を給仕することができるようになっています でこのトタン肉の衛生処理基準というのは、ワイルドミートズーという団体が発行する野生動物由来のトタイ給仕マニュアルに記載されていて、現在、インターネットで一般公開されています。で私たち含め、まあ、全国でトタイ給仕を行っている動物園の多くは、この基準に沿って、あの沿った肉を給仕して、トタイ給仕を実施しています。 そんな都体球児なんですけれども千葉市動物公園では2021年よりこの都体球児を推進させるための都体球児の研究や普及啓発の活動のために都体球児プロジェクトを立ち上げクラウドファンディングを行いそしてその支援金をもとに都体球児の実動に向けてさまざまな取り組みを行ってきました。 ご支援いただいた資金は、都体肉のウイルス不活化処理、先ほどの殺虫殺菌処理ですね、で都体給仕の有用性や給仕方法を確立させるための科学的効果検証費、また、重害問題であったり、この都体給仕への理解を求めるための教育復旧活動費などに充てさせていただいています。 で今回、ですね会場でお配りしているこの都体給仕のパンフレットの印刷費などもこちらの教育普及活動費から支出させていただいているものになりますでそして現在の使用状況と残金になります。 この後のちょっとお話とも関係はあるんですけど、実は昨年1年間は、土耐給餌に関するウイルス不活化処理費と科学的効果検証費というものは、農林水産省の事業として行うことができたので、昨年1年間の支出は主に教育普及活動費を中心に使わせていただきました。で来年 本年度からですねまた新たな調査を進めたいと思っておりますので、またこの科学的効果検証費であったり、このようなプロジェクト報告会もこれから継続的に行うので、こういった普及啓発の時の資金として活用させていただきます本当に皆様ごご協力くださりありあがとうございます。 では、さっきあの私が申し上げた農林水産省の事業についてご説明し,していきたいと思います。捕獲した野生動物の利用先として注目されている動物園水族館の都体球児なんですけれども実はまだまだ全国の動物園に普及が進んでいない現状にあります。2020年に行ったアンケート調査によるとその主な理由が飼育動物への衛生面、健康面の懸念。 動物のあトタイ肉ののの値段ががが高いいい予算がないそしして来園者メディアの反応が不安というものでしたこの2つのトタイ肉の値段が高いというところを補足しますとトタイ肉は廃棄されている野生動物だからといってただであの入手しているものではなくむしろ限られた施設で殺菌あの処理を行っているのでトタイ肉の購入には通常の餌の約2倍ぐらいがかかります。 でまあ、これらの課題をクリアするために、ですね、土耐給仕の利用をもっともっとあの拡大するために、2023年に農林水産省が鳥獣被害対策基盤支援事業、土耐給仕利用促進事業というものを立ち上げ、昨年の6月にコンソーシアムも発足されました。でこのコンソーシアムは、全国の土耐給仕に関連する8つの機関。 動物園大学民間企業研究所で構成され、各専門分野を活かして、土台給仕の課題解決方法を検討していきました。また、このコンソーシアムの特徴としては、トタン肉の供給元である民間企業、ジビエ、処理施設などですね、と、需要側、私たちの動物園側の両方の視点を持っている点が挙げられます。 そしてこの事業の大元となる農林水産省は、その事業費約 1, 000、約1000万円です、ね、を、えっと、事業費として、都体給付の利用促進のために8つの目標を掲げていまして、コンソーシアムの中では、その目標ごとに研究分担を行っていきました。でこれらの目標というのは、需要の調査を行って、供給側の体制を整えたり、処理施設や動物園側の課題解決を行ったり、 そして需要供給の拡大に加えて、動物園が気にしていた来園者の方の理解を広める活動も行っています。その中で千葉市動物公園では、この丸 ④ の動物園側の課題解決となる給仕方法の明確化の研究分担を受けて実施しました。ということで、この給仕方法の明確化、どんなことを行ってどんなことが分かったのかということを 本日ご報告させていただきたいと思いますちょっと前振りは長くなりましたがこれから本題に入っていきたいと思いますこの給仕方法の明確化というのは動物にとって適切な給仕指標を定めるためのものであってそのために給仕するトタイ肉の評価と給仕される動物側の評価を行っていきました トタイ肉の評価では、トタイ肉の栄養成分や適正給児量など、そして栄養管理指標を確立させた後に、動物側の評価では、消化吸収や体重、体型、排泄などから、健康指標や薬影響がないかを確認しながら、えっと、給児の方法であったりとか、栄養の価値とかをあの評価していきました。で今回、またパンフレットですね、今度、これから話しするのは、パンフレットを開いて、 右側の栄養編というところともう一つ開いていただいて緑の背景があるこの給児編ですねこのところを中心にお話ししていきたいと思いますでは栄養編からいきたいと思います、はい、土台では丸ごと視界の子をしています。 肉の部分っていうのはすでにジビエの食肉からも栄養成分が分かっているのですが肉以外の部分も考えなくてはいけません。でその中で毛とかひずめというのはあの主成分がケラチンというものであの皆さんも髪の毛とかもそうなんですけれどもあのそのままあの消化液であの消化されないと言われる物質になるのでそのまま排出される部位になります。 しかし、皮であったりとかあと骨もです、ね、あの一部吸収される部位になりますので、まあ、丸ごと、土タ肉をあげるのであればすべ、まあ、ての,その部位の栄養成分をあの把握してでこの1キロとか何キロの土タにはどのくらいのがあって何キロあげたらいいのかっていうのを把握しなければいけないんですがそれがこれまでできない状況にありました。 さらに全国の動物園では鹿を給仕したりとかイノシシを給仕したりしてるんですけどそれまでは鹿もイノシシもそして足でもあばらでも、まあ、全部とたいにく今日は1つあげようみたいな感じで、えー、と注文の時もそうですし給仕の時もそうですし個数ベースでま注文してそのまま給仕することも多くありましたでも動物の部位であったり、まあ、種であったり栄養価が違うのではという疑問の声が 出ていたので今回はですね、まあ、これまでの報告会でもこの栄養の,あの評価っていうのを少しお話ししてたんですけれどもあの昨年度行ったのはさらに部位を増やしてこれまで、今まで足ですね主にこういう足とかを調べてたんですけれどもそれだけじゃなくてさっきライオンが食べたウリ棒であったりしかも腰の部分脂の部分や腰の部分そういった部位を増やして調査を行いました。 さらに野生動物は自然界で生活していて繁殖期や食料の変動もあることから捕獲の時期によって肉質や脂肪が違うのではと考えられていたので今回は夏だけでなく冬に捕獲されたシカイノシシの栄養成分も調査し季節の変動があるのかも調べました分解をどんどん部位ごとにして調べていくんですけどこんな感じであの 動物の毛を沿って分離したりですね、カミソリでとかバリカンで剃っていったり、あとは今度は皮を分離するんですけどこれ皮でこっちが皮下脂肪になりますねで、これが骨と肉がついた、えー、状態になるので、まあ、こういったものをどんどん,どん,どん分解していって、す、え、べ、っと、てのパーツに分けます。でそれをを重量を測 いくプラスあのペットフードの成分表記にも使用されている栄養成分の項目を調べて、まあ、各鹿イノシシの部位3体ずつですねあの調べていきましたイメージ的には、えー、とこのようにですね初めに分解した各パーツの構成割合重量を測ってこのトタイ肉の中の何パーセントが肉で何パーセントが皮でっていうようなことを 調べた後にそれぞれの栄養成分を、えー、調べてでその2つの情報を合わせて分解しなくてもこの土タイ1キロあたりにどのくらいの栄養素があるのかという栄養成分表を作成して、まあ、丸ごとの重さから土タ肉の栄養計算ができるようにしましたでは結果になります まあトタイ肉ではです、ね、丸ごと鹿いのししを給仕するんですが、まあ、トタイ肉の主な過消化部位というのはあのさっきも言ったように肉、皮がメインになってきます、まあ、骨も一部消化はするんですけど、まあ、この肉、皮がどのくらいあるかというのを知ることはすごく大事なことになりますでこちらがですね、えー、と肉食、えー、夏のトタイ肉の鹿イのししのそれぞれの形態ごとに、えー、部位構成を 表した棒グラフですこっちが鹿、こっちがイノシシで、棒グラフは前足、後ろ足、あばら、腰。イノシシも前足、後ろ足、ウリ棒ですね。で、この緑のところが肉の割合、黄色いところが皮の割合になります。で、この緑と黄色が何パーセントあるのかとなると、まあ、イノシシの方はですね、結構部位によって、形態によってあまり変わりがなくて、どの 携帯でも8割ぐらいが皮と肉で合成されていることが分かりました。一方ですね。鹿の方は結構部位によって異なりました。で、これはですね。えっ、ー、と特にやっぱ骨の割合っていうのはかなり影響してくるんです。けれども、骨の割合が少ないと全体の毛毛と えー、皮の割合ももちろん大きくなりますし、まあ、この骨の割合、あばらはとても多いですね、肋骨とかもあるので、まあ、その割合が大きいと、えー、肉、皮の割合が低くなるので、まあ、その分ですね、あの10%ぐらいですね、部位によって変わるということが分かりました。なので同じ部位、地 えっと違う部位だとその中に含まれる肉とか皮っていうのは量が違うんだよっていうこと同じキログラムでも違うよということをあのすごく大事なことにこの音もつながっていきますで次にこの種形態ごとに栄養価を比較していきますオレンジ色がタンパクまあ、注目していただきたいのは2つですねオレンジ色のタンパク質そして黄色の脂肪の部分になります。 ま基本的に肉食動物の餌というのは、高タンパク、低脂肪の餌がいいとされています。まずオレンジのタンパク質は鹿、イノシシ、どちらもです、ね、1キロあたり200グラム、つまり20%以上、1キロあたりの200グラムなので,20ですよ、ねはい、20%以上占めているということが分かります。で特にです、ね、シカっていうのはタンパク質量が、 イノシシよりも少し多いということが分かりましたで一方、脂肪量も違いがありましてこの黄色いところ、イノシシは結構脂肪がありますシカはです、ね、ほとんど脂肪がないなっていうところがわかるんですけど、まあ、これだけを見ると、おやおやと耐久時に適しているのはシカだけなんじゃないかなと思うかもしれませんそこで私たちは栄養価、通常の餌とも比較してみました 左側が千葉市動物公園であ、えー、げている毛糖、馬肉、丸鶏というものになるんですけれども、丸鶏っていうのはあの毛を取ってであの、皮はついた。あ山本さん 丸は皮がついた状態のものになりますで。あと全国の動物園とか調べてみるとあの牛肉もですね結構どいや肉食動物の餌として挙げられていることが多かったので今回は4つですね「馬肉牛肉系統丸鶏」この4つをあの調べました。 でこのそれぞれの栄養素と、土体肉を調べあの比較していくんですけれども、まあ、これが結果になりますね。まず一つ目のエネルギー量というのは、1キロ当たりのエネルギー量を見ると、土体の鹿は馬肉よりも少し高いエネルギー量を持つことがわかります。また、イノシシは丸鶏以外の餌よりも高エネルギーで。 で毛皮がついているからといって、まあ、食べるとこうなんてあまりないのではと思われる土体肉ですけど毛や骨がついた状態でもこれだけのエネルギー量があるということは1つの大きな発見でしたでも1つだけ頭抜けている通常餌の,この丸鶏があります。で丸鶏もあの骨とか皮も含まれるのでじゃあなんか土体の代わりにこっちの方がエネルギー効率がいいのではと思われるかもしれません そこでそれぞれの餌を比較してみたところ先ほどエネルギー量は高かったこの丸鶏の黄色い脂肪ですね一番あの多くて、まあ、このエネルギーの中のは脂肪のエネルギーだったということが分かりました。 まなり割のえっ、ー、とこの脂肪は約十七パーセントぐらいあるんですけれども一般的にあのに肉食海外とかではですね肉食動物のえー、肉の脂肪率を十パーセント以下に抑えたでそれ以上あるものはあげませんというところも出てきています。まあ、この中でいうとその条件を満たしているのは通常餌の馬肉そして トタイのイノシシノだけということになります、まあ、このことからどちらのトタイ肉、まあ、ただしシカはもちろん、えー、と脂肪は少ないんですけれども、通常餌の代わりの餌としてエネルギー源になるだけでなく、動物の脂肪摂取量を抑えられる食物資源として有用であることが分かりました。さらに、あのトタイ肉の栄養価の季節変化を見るために、夏に捕獲された えー、体と冬に捕獲されたたの栄養を比較しましまこれはですねこっちは鹿の夏冬イノシシの夏冬なんですけれどもあの夏と冬でやはり脂肪の量っていうのはかなり違うということが分かりました特にイノシシはですね冬になると13.5%なので先ほどの10%をオーバーしています。 ただ、このイノシシの脂肪っていうのは、もう皮にほとんどついていました。なので、そのイノシシの活用方法として、例えば皮を除いて、普通の餌と置き換える、そういったことは冬においてはできるのかなと思います。た 鹿っていうのも地域によっても取れたり取れなかったりとかがあるので、まあ、そういったところとあの兼ね合いを見ながら進めていくことが大事かなと思うんですが、まあ、イノシシが単に脂肪が多そうだからもう使うのやめようといって選択肢から排除しなくてもいいように季節も意識しながら選ぶことで時期に応じて活用そして部位に応じて活用ができると考えています。 で次にトタン肉の消化時間どのくらいで消化されるのというところですねこれは次の発表者の山本さんが詳しく解説してくれますので楽しみにお待ちくださいはい、では後半休止編になりますどういうふうにトタン肉を休止したらいいのか動物園で休止するときの疑問というのはいくつかあります例えばどの土体どの部位を 休止したらいいいのっていうところに応じては、これはですねあのコンソーシアムの中で、本田先生が、えー、とアンケートで調査されたところになるんですけれども、主に、えー、鹿の場合は、やはり前足、後ろ足、あばら、腰で、イノシシは前足、後ろ足が、給餌されているということが分かりました。さらにですねその部位 のの時に選べるのっていう疑問も聞くことがありますでこれをですね処理施設の方に聞いたらもちろんあの流通の中で多い少ないっていう在庫の状況はあると思うんですけど購入前に相談することで相談いただくことで対応できる場合もありますということなので事前にうちではこの足の部分がいいとかそういった相談をすることができます。で2つ目何キロ休止するの でこれはですね、動物のエネルギー量を基準に、給仕量を計算します。さっきの栄養分析でエネルギー量を出してたと思うんですけど、今度動物側のエネルギー要求量に合わせて、何キロ必要なのかを考えていきます。ライオンのエネルギー量、そしてトラのエネルギー量っていうのは、この1日このぐらい必要ですよっていう計算式がすでに出ています。 でこれに合わせて、まあ、これは理論的な数値にはなるんですけれども、その餌の給餌量を算出すると、まあ、こういうふうにライオンではですね鹿は4.8から6.3キロ、まあ、ライオン160キロの場合ですね、でイノシシは3.3から4.1キロ、まあ、種によってやっぱり給量数が違いますね。でさらにトラ 鹿の場合は6.8から8キロでイノシシは4.7から5.2キロ、まあ、このように種によって動物げる動物種によってもかなり違うというところが分かっていきます、まあ、ただこれがですね、まあくまで目安の量なので動物が食べ残したりとかちゃんとあの元気な糞をしているかとかそういったことを見ながら調整することがもう一番大事にはなるんですがその基本的なエネルギーの 要求を満たすたたすめのの目安とというものは今回得ることができました次にじゃあ連続給仕していいのというところになります。まあ、今までまあ栄養成分が分かってなかったってこともあるんですけれども、あの都体給仕っていうのは大体月に1回ぐらいあのイベントのような感じで行われることが多くありました。まあ、中にはですね、週に1回あげてるよっていう縁もあったり、週に2回あげてるよっていう、まあ、これが多分最近。 今までの最高頻度だったのかなと思うんですけれども、まあ、間あの何日か空いていてますよねでもこれがですね例えばこう連続でずっとあげても大丈夫なのかそういった不安が結構聞こえてきたので今回はですねあの豊橋総合動物植物公園の方とかにも一緒に協力してライオンに連続でトタイ肉を給食してみました。 すると、ですねこの3日間の連続休児、結果的には途端にどの日もほぼ完食してで、排泄は少し遅れて2日後に出てきたり、ふ、ま、糞、あ、に少し毛が混じってたりもあるんですけれども、特に下痢などもなく、そして食いつきも落ちることなく、問題なく終えられましたというような結果になっています。で次に連続休止ですね あの今は3日間集中的に上げたんですけど今度は長期的に上げたっても大丈夫か今回1日おきに今度上げてみたんですけれどもアフリカライオン2頭とブチハイナン4頭で行いました。 で結果的にはあのトタイニクアフリカライオンやはりほぼ完食して吐き戻しっていうものもなくその代わり糞に毛が結構混ざってたっていうところの結果になります逆にブチハネナはトタイニク同じようにほぼ完食してるんですけれども、まあ、吐き戻しがあってその分糞に毛が 混じっていないというふうにあったんですが、もう1週間ぐらい上げていくと、だんだんふうにも少しずつ毛が出てきたりしていました。なので、まあ、今回、ですねあの大きな健康問題とかはなかったんですけど、ライトハイでその毛をどういうふうに体が処理するのかというのがちょっと違いがあったなというふうに感じています。ライオンはそのまま体の中に毛を通過させて、糞として出す。で、一方、ハイエナは、吐くことでその毛を排出している。 とといいうことががの種の中で違いがありましたなので、この毛についてはあの今後、しっかりまた再調査をしていかなきゃいけないなと考えています。ちなみに、この吐き戻しなんですけれども、まあ、一般的に猫とかでも見られる毛玉の吐き戻しとか砕けなかった骨を吐き戻す、まあ、そういったものが、都体求人の時にはよく見られるものになります。まあ個体 例えば、都体休憩を始めた頃は吐いてたけどだんだん,なんか食べ方を、まあ、あのマスターしたのか吐かなくなってふんとして出るようになったよという話も聞くんですけれども、まあ、こういう,こう吐いたからとしてあの必ずしも異常というわけではなくて逆にしっかり毛を出せている可能性もあるので、まあ、ここのところはもっともっと追求していきたいと思います。 そんな感じでですねこういうふうに給仕編そして栄養編というのをお話ししたんですけれども、まあ、都体給仕ここの去年の段階で一旦ですねどういうふうに給仕をしたらいいのかというこのパンフレットのような指標ができましたなので今後はあのこの情報に基づいて実際に都体給仕を行っていてもっともっとあのスタンダードモデル化してこういうふうに給仕したらいいですよ安全ですよというふうなものを広げてでその需要をあの 高めることで、あのコストも削減できたらいいなと考えています。であとは先ほど言ったようにいくつか新しい課題もあの今回見つけることができたので、その点についても引き続き継続調査を行っていきます。で、あ、丸にがないですね。あ、で丸この四のこれはまた新たなあの部分にもなるんですけれども輸入 のの肉の痴漢になるんですが今私たちが給仕している馬肉とかっていうのはあの南米から空輸で輸入して給仕しているものになるんですがやはり地産地消であったりとかあのその今の先ほどの土台給仕 肉野生動物の利活用の面では、例えばイノシシ冬の時は毛皮を取ればとてもいいあのタンパク源になりますので、そういったものを置き換えることができて、で環境負荷も低減できるのか、そういったところを追求していいいきたいと思います、はい、で最後にです、ねあの、ダハチが行っている教育普及啓発の話を少しして終わりにしたいと思います。 このトタイキを全国の動物園に広げて、イノシシ、シカの利活用を進めたいんですけれども、先ほども挙げたトタイキが進まないえ理由の一つに、来園者メディアの反応が不安というものがありました。これ動物園に対して行ったアンケートになるんですけれども、これはですね、動物園が餌のためにわざわざ野生動物を殺しているのか、 という誤って認識されてしまったり、あとは毛皮や足がついたトタイ肉を残酷に感じる人がいるかもしれないという懸念があり、なかなか踏み切れないというところもあるようです。まあ、確かに何も説明もなくライオンがイノシシの足を食わえてたら、もしかしたらそういった誤解も出てきてしまうと考えます。 そのため私たちは都体給仕をしている様子を動画含めて動物園から来園者の皆様にお見せする場合は、まあ、本日もそうなんですけれど必ずその背景にある獣害問題から伝えその上で野生動物を利活用する都体給仕のことを伝えるようにしています、まあ、伝え方は様々で、まで、あ、今日のような講演会であったりでこの講演会も動物園の視点だけだけ だけではなくて、大学の先生や園内で都体土台救助の調度研究を行ってくださってる学生さん、そして私たちのあの土台肉を,を作ってくださってるアルソック千葉さんなど処理施設の方、そして千葉市動物公園以外の、えー、動物園の職員さんなどさまざまなあの方と連携させていただくように。 ことによって発,言する発信する内容というのを幅広い視点そして専門性を高めた質の高い学びを提供できるように意識しています。で、まあ、こういった講演会にもたくさんの方がご参加いただいて、まあ、今回で4回目になるんですけれども、えー、これまでにも487名の方が参加してくださったり参加してくださる方も10代から70歳以上と幅広くご参加いただいています。 そしてこの講演会の後にアンケートを取らせていただいたところ、まあ、都耐久時が必要だと思いますかという質問の問いに対して、講演の前と講演の後で必要だと思う、やや思うと回答された方が11%増加し、ま,あ、また受講者のあのお客様の声でも、ですね、ポジティブな意見や新たな発見につながったという声もいただくことができたので、まあ、これからも継続していきたいと考えています。 講演会以外にもですね、こういった専門の学校と連携した動物の社の前でのガイドであったりとか、まあ、獣害問題、飼育の問題を考えたり、まあ、パネルとか劇を混ぜながら、誰でも分かりやすい内容で伝えています。また、その場だけでなく、動物園から帰った後も内容を振り返るように資料を配布したり、これですね、あの前回第 3回都体給仕プロジェクト報告会であの配布したリーフレットなんですけど、も今回配布しているパンフレット全身のリーフレットになります。前回ちょっとあいにくの雨ですごく参加者の方が少なかったので若干幻になってはいるんですけれども、まあ、こういったあのお家に帰っても学べるようにリーフレットなども作成しています。さらに園外のあの学びの場として動画 で伝える手段 youtube でもと耐久時のコンテンツを用意しています来演者通路から見ることができない部分で伝えられない部分をあの動画にして伝えたりとかたくさんあの長い動画もあって都耐久時のことをすごく詳しくあの解説していますのでぜひご覧いただければと思います まこのように獣害問題動物識の背景とかですね、土体給仕の意義をお伝えしながら、あのー、話をしたんですけれども、まあ、私たちのさらなる目標は動物園だけではなくて、今、私たち人として動物の命を無駄にしないためにできることを知っていただくというところです。まあ、捕獲された動物の利用率が約1割で、それのほとんどはまこのようなジビエの肉や皮、骨製品になります。 で私たちがすぐに生活に取り入れられるものなのでもっともっと広めていきたいと思っていますしあとジビエを食べたことない人だと独特な味してちょっとどうなのかなと想像するかもしれないんですけれどもあの実はすごく美味しくてで食べたっていう経験っていうのもまたその次のジビエを食べる機会につながると思うので、まあ、今後動物園の中でもジビエに触れるイベントっていうのも行えたらと思っています。 そしてこのような千葉市動物公園と耐久球を通じた研究・教育活動が千葉県の優れた障害学習講座や授業を表彰する千葉県教育委員会所管の千葉講座アワードというものがあるんですが昨年なんと大賞を受賞することができました。 で受賞理由としては、獣害問題に対して動物園の解決策を学習に結びつけたいい企画、大学や獣害駆除などの関係者との連携も取れているため、参加者への高い質の高い学びを提供できる、それによって参加者の行動変容が期待できる講座というふうに公表いただいています。 このように野生動物由来の土台育児は日々進化をしています。今後ですね、ご注目いただけるととても嬉しく思います。また、今年もですね、引き続き講演会などを含めて活動してまいりますので、また動物公園のホームページや X からのイベントお知らせを見て、ぜひ動物公園に足を運んでいただけたらと思います。それでは、これで私の発表を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 山さんありがとうございました。気になることはあるかなと思うんですが質問は山本さんの発表の後に最後にまとめてお聞きしたいなと思います。YouTube でも4つ5つぐらい質問がありますが、えっと、YouTube ライブをご覧の皆様もどうぞ最後までご視聴いただけますと幸いですそれでは山本さんご準備お願いします。 それでは本日の2代目ですでは山本さんどうぞ自己紹介からよろしくお願いしますはい、はいえー、それではですねただいまより大型肉食動物に与える、えー、トタイ肉の消化時間について私、えー、飼育第2班の、えー、山本から発表させていただきます、えー、どうぞよろしくお願いいたしますはい、えー。まず背景についてですね 動物園での食事とその問題点について説明させていただきます動物園で飼育している大型肉食獣に与えられる餌は先ほど中山さんの発表でもありましたが切り分けられた馬肉だったり鶏肉を一般的に使用しておりましてそちらにビタミン剤やカルシウム剤を添加したものを与えていますこれらはですね、必要な栄養価満たした上で食べやすくて 動物ににとって都合がいいように感じられ,るかもし,れませんしかしですねすぐに食べ終わってしまうことが要因で食べた肉片が運とともに未消化のまま排出されてしまうことがあることであったり菜食に付随する行動の種類が野生化と比べて減少してしまうなどさまざまな問題があると考えられています。 当園のライオンではですね、ふだん休時する餌はたい5分もかからず食べてしまって、ハイエナに関してはもっと早く食べてしまうことが多いです。まあ、ハイエナの採食の早さなどに関しては、まあ顎の力の強さなども関係していると思われます。でですね、すぐに食べ終わってしまうことが要因の一つとなって、消化不良を起こす問題を解決する方法として、 消化しにくい毛や皮がついた肉骨などを与えることで消化管通過時間が遅くなるのではないかと考えましたつまりですね毛や皮や骨がついた肉を給食する土体給食であれば消化不良の問題を解決できるかもしれませんというわけで目的です土体肉の消化管通過時間を解明することで通常は与えている餌これらと比較して 土タ肉の消化時間が本当に長くなるのかを明らかにすること、えこれを目的としました。はい、それでは材料および方法についてです。調査場所は東園千葉市動物公園です。調査対象はブチハイエナのメスえサンドアとアフリカライオンのオスアレンですねを対象としました。 調査期間は2023年の8月27日から9月13日の18日間と同年11月26日から12月3日までの8日間の合計26日間です。続いて調査項目です。どのようにして餌の消化管通過時間を調べるかといった部分ですが、餌の中にマーカーとなる黒ごま5000粒ですね、こちらです。これを入れて えー、休止した翌日から糞を回収し、えー、こちら、さいの様子ですね、えー、何日後のの糞にどれだけの黒ゴマが入っているかを、えー、調べました、まあ、一般的なマーカー例として、えー、プラスチックマーカーなどを使用することもあるようなんですけれど、まあ、動物の体内に残っ,てしまう際、えー、残ってしまった際のリスクなどを懸念して、できる限り、えー、自然物を使用したいといった理由から、今回は黒ごまをマーカーとして使用しております。 続いて調査方法です。まず調査方法としてですね、調整期間を5日間設けました。右の四角、こちらの1マスがですね、1日の給仕内容を表しています。この期間では通常の給仕を継続して、消化管内を通常の餌だけにすることを目的としております。例えばですね、ハイエナには定期的に牛骨を与えているのですが、 この期間ではそれらの給仕も行っておりません。その後の本試験ではです、ね、餌にごまを点火して給仕、こちらですね、本試験ではですね、餌にごまを添加して給仕こちらですね本試験では餌にごまを添加して給仕糞を回収することを目的とした期間となっております。通常の餌の給仕期間をですね、5日間、1、2、3、4、5 5日間ですね、設けております。で、都内給仕期間は8日間設けております。 えー、続いて、ですねこちらの本試験の内容について、えー、もうちょっと詳しいお話をさせていただきます。はいこちら、通常給仕期間ですね、えー。こちらは1日目にまず馬肉ですね、えー、に切り込みを入れて、えー、黒ごま5000粒を添加して給仕、えー、をしましたで。その後の期間、糞、えー、の回収期間ですね、4日間設けております。で写真がごまを添加した、えー、馬肉となっております。 肉の周りにごまをまぶす、えー、添加方法ですと、です、ねまあ、ごまがぼろぼろ落ちてあって、えー、動物の体内に入らないということを起用、えー、して、えー、肉に切り込みを入れて、ごまがこぼれないようにしました。また、ですね、えー、動物が一口で食べきれるサイズの馬肉を複数個準備し、救、え、助、ー、をしました。写真のように、ですね馬肉の横に切り込みを入れて、でお肉を、えー、開いて。 で、えー、黒ごまですね、このように、えー、流し込んでお、えー、りました。はい、続いて、ですね、えー、と都体給食期間は1日目に黒ごまを添加していない土体肉を給食、えー、しております。こちらですね。で、えー、2日目にですね、黒ごまを添加した土体肉を給食して、その後の6日間を、えー、糞を回収する期間として、えー、設定しております。 こちらの写真がですね、黒ごまを添加したトタイ肉です。こちらはですね、馬肉とは異なって、小さく分けることが難しかったので、切り込みを深めに入れて、5染粒すべての黒ごまを一つのトタイ肉の塊に入れて、給食しております。はい、続いて結果ですね。まず、餌に添加したマーカー、黒ごまは対象種の体内に入ったかといった部分ですが、 こちらは無事に採食を確認しました。また食べ残しもありませんでした。こちらえっ、ー、とブチハイダンのメスエサンドはですね、トタイ肉を食べている様子です。非常に前足でトタイ肉を抑えて食べてくれております。 ちょっと撮影していることに気づいてこっち来ちゃってるんですけれどこの後全部完食してくれておりますただですね一部休止する前に入れていたトタイ肉を入れていた袋にですねごまが張り付いてしまった部分がありましたこちらはですねごまの量を数えるために回収して保管しておりますはい続いての結果ですね、えー、暫時吐き戻し は回収できたたかといっ部分になりますまず結果1でお伝えした通り、残児は確認できませんでした。吐き戻しはですね、ハイエナにおいて、個体給時後に鹿、イノシシ、それぞれで一度確認しましたが、こちらの吐き戻しの中にゴマが混入しているといった様子は確認できませんでした。最後に、糞にですね、に関してはこちらの図の通り。 丸が糞、えー、を回収できた日、えバツが糞を確認できなかった日です。土、え、台、ー、肉の消化時間が長引くことによって土台給食は糞がない日があるかと、えー、想定していましたが、ハイエナでは通常給食と、えー、変わらない結果となりました。で対してライオンはですね土台給食翌日はえー、っと糞が確認できませんでしたので、えー、動物種の違いといったものもは、えー、影響しているかもしれません。 でまたです、ね、でわれ我々飼育担当も入念に確認してはいるんですけれど、展示場の糞がですね、草葉に隠れて取りこぼしている可能性というのももしかしたら考えられます。こちらの写真だとどこに糞があるかで分かりますかね。ぱっと,パッと見だとだいぶ見つけづらいんですけど、このようにこちらの部分に糞が隠れております。これですね。 このように、えーとまあ糞を取りこぼしている可能性というのもゼロパーセントではありません。はい、続いてですね、糞中のごま回収率に関してです。写真のようにですね、中部大学の学生さんが糞を分解し、ごまを探す作業を行ってくださいました。少し見にくいかもしれませんが、赤い矢印の先にごまがあります。これらですね はいそしてですね実際のごまの回収率、ご覧の通りとなりました。ごまの回収率、こちらですね、100%ではない要因として、ごまが完全に消化されてしまった、ふ中のごまが粉砕されてしまった、糞の回収を取りこぼしていたことなどが考えられます。上の2つの要因から、ですね肉食獣の消化能力にごまが耐えられなかった可能性が推測されます。 例えばですね、先ほどの、えー、とこちらの写真だとこちらなんかは明らかにゴまだなっていうのがわ、えー、かると思うんですけれど、えー、このすごい小さい黒い欠片みたいなものももしかしたら粉砕されてしまったけどごま、えー、としてカウントされなかったものの可能性が、えー、あります。まあ、これらの、えー、要因があってごま、えー、の回収率100%では、えー、なくなってしまったのかなと、えー、考えております。 またですね、量対象種共通して通常給仕する肉より、トタイ肉の方がゴマの回収率が低いといった結果になりました。このような結果につながった要因として、ですね、咀嚼回数の増加であったり、トタイ肉の骨などの硬い組織によって、トタイ肉のゴマが粉砕されやすかった可能性が考えられます。ハイエナのゴマの回収率がライオンより低かった点に関しては、 ハイエナの消化能力の高さなども関係していると考えられます続いてゴマの排出時間の分布です縦軸が回収したゴマの数で横軸が9時後の経過時間となっておりますまずグラフからわかることとしてハイエナでは9時後24時間後のゴマ回収数がライオンでは9時後48時間後のゴマ回収数が高いこと ハイエナではですね、土体給時の後48時間後にも、えー、ごまの排出が確認されたことがわ、えー、かりますで。またですね、先ほどの結果でもお伝えした通り、えー、グラフで見るとですね、えー、量対象種共通して、土体肉の方が排出されたごまの量が少ないことがわかると思います、はいえー。グラフではですね、このような結果となりましたが、 都体給時のごまがですね、48時間後までに消化、粉砕されたため、カウントができていない。本来だったら残りのごまが48時間後以降も排出されていたという可能性が考えられます。その場合ですね、都体給時のグラフは点線のようになっていたことが推測されます。もうちょっとなっていたことも推測されます。緩やかになっていたことですね、可能性があります。 最後にまとめず黒ごま、ごまはマーカーとして、指向性に問題がなかったこと、しかし、消化の過程で粉砕や消化されていた可能性があったこと、そしてごまの排出時間の分布から通常、球児肉に比べて、トタイ肉の消化時間は長くなる可能性が推測されました。今後の展望です。 えー、マーカー、ご、え、ま、ー、ですね、回収率が低かったことから、えー、別のマーカーの使用を検討する余地があります。まあ、今後はですね、えー、染色飼料片や液体マーカーなどの使用を検討していくことになるかと思います。はいえー、ちょっと駆け足でしたけど、えー、これにて大型肉食動物に与える、とた肉の消化時間についての発表を終了とさせていただきます。皆様ごご聴いいたた。だきありがとうございました 山本さん、ありがとうございました。それでは会場の皆さんから、えー、と最初の岡山さんそしてあの2代目の山本さんそれぞれどちらでも大丈夫ですがご質問がありましたらお伺いしたいと思いますので手を挙げてお知らせくださいそれでは YouTube をご覧の方からたくさんご質問いただいておりますので ははめのの質質問問からつつつずずつ、えー、ででで私が代読させていただきまますす目、えー、都体給仕利用促進コンソーシアムに加入している団体はどのようなご縁で決まったのでしょうか都体給仕を行う動物園は他にもあったかと思いますしワイルドミートズーさんはこういうことには関わらない活動なのでしょうかでは中山さんよろしくお願いします。 はい、ご質問ありがとうございます。構成のやつをどうしたらですかね、分かりますかね。<laughs> はい、とてもよくわかりました。また今後マーカを変えての結果楽しみたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にご質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。 YouTube でご視聴の方もよろしいでしょうか。あ、はい、失礼いたしました。では、はい、お願いします。ありがとうございました。とても楽しいあの内容で大変勉強になりました。ありがとうございました。あのすごく単純なこととしてあの答えをあげた方が例えば糞の量が増えたとか総量みたいな話だとか。 よく人間だといいものを食べると血圧が良くなるとか言うんですけどん <laughs> かこう身近で見ていてあのー、そのごまがうんぬん以外で何か変化を感じたことあれば是非教えてください。 はいえー、と糞の量、都体給仕後の糞の量なんですけど、えーと、ちょっと正確に重さとかを測っていたわけではないので、えー、と詳細のグラム数とかわからないんですけれど、えー、見たところだと、ですね、えー、と通常の給仕後の、えー、と糞の量と、都体の給仕後の糞の量はあまり変わりはないかなといったところですかね。でただ、えーと、先ほど中山さんの、えー、と発表でもあったんですけれど、吐き戻しの有無。 休児後はやっぱり吐き戻しがあったりといったところでふだん毛や皮が付いてない、えー、お肉を給仕している、えー、のとは、えー、異なる点というのが1点挙げられるのかなと思いますなのでふの方ではそんなに大きな変化はないといった回答となりますなんか血やが良くなったり匂いが収まったりとかそういうのはあったんですか ずやと匂いはそうですね、あげた後の結果でそういった変更をちょっと見て感じるところはなかったですかね。ただ、えっとまあ揚げてる時のえー、っの、休止してる時の間違いとして、一、えー、回ですね、ハイエナ、通常のお肉だと揚げるとすぐ食べちゃうんですけど、土体のお肉を揚げたときに、まあ、匂いがちょっと気になったのか、こう体に。 お肉をこすりつけるみたいなそういった動作とかはえっと見ることができました。なのでまあ土台級以上の変化ではないんですけど上げてる時のまあ行動の違いなんていうのはえっとちょこちょこ、えー、あったかと思います。ありがとうございます。他に質問はありますでしょうか。よろしいえあはい。 1>, はい、1点だけあの質問の時間、これで終わりになるかと思うんですけれども、実はあの今日コンソーシアムあの,の代表である日本大学生物自然科学部の教授でいらっしゃいます、細谷先生があのこの会場にお越しくださっています、そして一緒にやっている森林総研の恩田さんもいらっしゃってくださって。あの もしよかったら細谷先生と旦さんから一言ずついただくことはできないかなと思って少しマイクを振らせていただきます。 このコンソーシアムを通じて1年間活動してきたのですがその代表されている中でもたくさん大変なことがあったりもしているかと思うんですが千葉市動物公園ともこうやって一緒に活動させていただいたのも昨年度からになりますしこれからもコンソーシアム自体はあと4年は続きますのでいろいろこれからもお世話になると思うのですがこのコンソーシアムでこれからはどういうふうになっていきたいかということをぜひ細谷先生の方と恩田先生の方から 一言ずついただけたら大変嬉しいです。すごい急に降ってしまって、YouTube をご覧の皆様にちょっとだけ会場の様子を説明しますと、嫌だなみたいな反応されてるんですが、あのマイクをお渡しします。はい、い、え、ら、ー、れる予定なかったんですけど、<laughs> えっと放送しやめて中退票やってる日本大学の放送やと申します。えー。 いやえー、と千葉市動物公園さんにはあの英語分析とかそこら辺の方をかなりデータを取っていただいて本当にありがたかったですあの我々動物園にいるわけじゃないのでなかなか、えー、実際に食べる、えー、それを、ね、分解されている状況はどうなっているかというのを直接測れないので 水のの業費も終わっっちゃったのでどうしましょうねというところがあるんですけどとりあえず千葉さんはまだお金があるのでそちらでなんとか動物園でできる環境のお仕事を続けていただければと思いますという私の方はいろいろ前で活動しているデータとかがあるのでそれをちゃんと論文として出していくというアウトプットをしていくというところをきちんとしなきゃいけないかなと思っています。あの 活動をやるところで僕もやってますけど、教育活動としてもやるというところを結構重視しているので、重大問題があるよということを分かってほしいし、動物園での福祉の問題があって、いろいろ動物園はチャレンジしてますよというところも伝えたいというところがあるので、そこをなんとか継続していければと思ってまいます。 オ田先生も一言お願いいたします。あ、突然すみません。あの森林総合研究所のオ田と申します。えっと私はですね、あの、まあ、この輪っかの一番下のところ、森林総合研究所というところで当初も参加したんですけれども、えっと全国の動物園にあのアンケート調査をしてですね、あの土台球に対してどういったニーズがあるのかっていうのを聞きました。やっぱりあの土台球人に対してすごく全国の動物園の皆さんですね、あの たくさん期待している部分と同時にです、ねまあ、その期待と不安、まあ、その裏側による不安というのがあると、まあ、期待と不安がまあとても大きいということと、あとはと耐久時ってどうやったらすればいいのか分からない、まあ、大きくこんな3つのであのやっぱりあの期待と不安に,に対するこの答えっていうのは、やっぱりこういったあの今回、中山さんが、ね、調べてくれて、こういった形でパンフレットを作ってくれた、それを数字で示してくれたということで、この1年間、あのおかげさまで大きく。 第9次に対するその不安というものが払拭できる、あの、ええー、ような、今日の。なかな。いや、あの、ちょっと動物の皆さん、え、ね、まあ、ちょっと不安なく、病院とううしてやってい。ありがとうございます。 急に降ってしまっててししまま申訳ありませんでしたありがとうございました、はい、では最後に、えー、と今あの YouTube からのコメントですが今日は来園できなくて配信視聴だったんですがリーフレットを後日あのもらうことはできますかというご質問があったんですが、えー、と今,今日は第4回個体給自プロジェクト報告会でしたが第5回第6回と何度かあの今後もと遠くない間に開催して 予定ですので、その時にまたの来場特典として配布していこうと思いますので、また機会がございましたら、えっと、実際に会場にお越しいただけると幸いです。それでは、はい、皆さん、今日は長い間、最後までお付き合いいただき、どうもありがとうございました。これををもちまままししして、えー、本日の講演会を終了いいたすすうか はい、ではそれでは。皆さん、えー、今日はどうもありがとうございました。この後も千葉市動物公園をお楽しみください。ありがとうございました。